ヨンズ、こんにちは。今日はですね、最近買ってすごく楽しくつけてる、アクセサリーを久しぶりに紹介しようと思います。皆様、最近どういうものを身につけてるのかな。私はですね、やっぱりこう最近世の中がちょっとこうね、コロナもあってちょっと元気がないので、だからかなまあ言い訳かもしれないけど、なんかこうキラキラしてるものにすごく惹かれて、家にいてもちょっとこうキラキラしてるものをつけたりするとまた気分も上がったりして、なのでちょっとこう目に見えるなんか指輪だったりネックレスとか、こうさりげないけどすごくパワーもらう、そういうキラキラしてるものを最近よくつけたりしてます。その中でもなんかすごく最近気に入って毎日のようにつけたりするものを今日は紹介してみようかなと思いました。じゃあ最初は指輪にしよう。指輪、これは一番最近買った指輪なんですけど、ヒロタカっていうブランドです。これはね、六本木ヒルズのエッソネーションに入った入り口のところにお店があって、ブラブラしてる中で結構目に行くブランドなんですよ。さりげないものとかがすごく多くて、なんかつけたいって引っかかるブランドなんですね。そのリングがこちらです。じゃん。これはですね、なんか自分の指のサイズ全部測ってもらって合うところにつけるようにしました。すごい細いの、すっごく細い、何にもなんか自分の肌に馴染むそういう細いリングが欲しかったので、じゃん、見えるかな。4つの指用に買ったんですけど、でもこれね、どっちでもいいの。ここにつけてなんか自分が好きなようにできるので、例えばこういう風につけたりもできるの。なんかどこの指でも楽しめる。だけどすごくさりげなくて、こういう今日みたいな真っ黒な洋服とか着てる時になんかすごくこうダイヤとか光るっていうものをつけると、なんかすごくドレスアップしてる気持ちになんかこう恥ずかしくなったりする時もあるんだけど、こうさりげない 手元のそのおしゃれ感が私はすごい楽しいなと思って、自分で動く時にあ、めっちゃ楽しいと思って、なんかこの親指にもう一個あってもよかったかなって思ったりして、これが一番最近の買ったアクセサリーです。なのでこれはもう多分すごく愛用していくのかなと思います。次はですね、耳これは撮影の時に見つけた、ピアスなんですけど、このピアスはすごく華奢で、多分映るかな、あ、これをここに入れて入れ物違うけど、ここに入れたら見えやすいかも。私はピアスの穴が3個3つあるんですね。こっち1個とここ、左の耳に2つ。これもね、すごくこういうの欲しいなーっていう時に、ちょうど去年かな、12月かな、なんかバイラの撮影の時にアクセサリーの中ですごく光るなんか私が、あー、これ今すごくつけたい気分のものだっていうのがあって、スタージュエリーさんのピアスなんですけど、見えるかな、すごく華奢なの、本当に撮るとこのぐらいこのぐらいの細いピアスなんですけど、つけると本当こんな感じなんです。こういうようなこう
穴を通るそういうピアスだと結構寝てる時になんかこう痛くなったりするじゃない。でもこれだと痛くならないし、自分の体の一部のようなピアスなので、正直こういう休みが続く時とかはもうつけっぱなしでずっとつけてあります。なので結構ね、いろんなところで、どこのってよく言われたりもしてたんですけど、反対側はですね、これね、大きさもいろいろあったんですよ。で、自分の耳の感じで合わせて選ぶように3つぐらいサイズがあったのかな。これよりももう1個大きいサイズもあったりしたんですけど、私はこの下は真ん中のサイズを選んで、この上のピアスの穴を一番小さい、このすごく小さいんですけど、このサイズ、一番小さいサイズのピアスを選んでつけるとこういう感じ、2つ一緒につけるとこういう感じになります。なので普段は本当にこのピアスはこのままつけていつもいることがすごく多いです。最近流行ってるイヤーカフとか、いろんなもの重ねたりする時も違う自分の持ってるブランドの指輪だったりネックレスだったりする時にシンプルにはまるので、このピアスはなんか一番つけてます。本当にいろんな洋服に合うし、なのでこれはずっとずっと多分つけてると思います。かわいいよあと次はですね、カラットっていう私が大好きな、友達のブランドなんですけど、アイちゃんっていう私のすごく仲いいライターさんが作っているブランドなんですけど、私、六本木ミッドタウンでコエルのポップアップをしてる時に、隣で彼女もポップアップをやっていて、カラットっていうそのブランドはパールがすごく多いんですね。で、私またパール大好きじゃんって言っても分かんないかパールのシリーズがすごくたくさんあって、もう全部全部欲しいなっていうぐらいすごく可愛かったんですけど、その中でもたくさんつけそうと思ったイヤーカフを見つけたんですよ。それがこちらのイヤーカフです。じゃーん、こうやってパールが4つついてあってチェーンがあるので、なんか甘い感じのこういうパールの中にこういうチェーンがあるので、なんかかっこいい、かっこよさもある、そういうイヤーカフです。つけるときはね、上からこの上から通すと痛くないので、こうやって通したらそのまま下にこうやって下げます。そしたら簡単につけれるの。こうするとさ、ここからここまでなんかピアシングしてる感じですごいかっこよくなるので、なんか遊び心があってイヤーカフやっぱり好きです。で、あとはもう一個はなんか自由に上につけてもいいし、なんか下に下げてこうやって重ねてもいいし、なんか落としてもこうやってつけても可愛いし、なんか好きなように遊べる。これはもう最近すごいつけてます。あと髪の毛をねショートにしてから、やっぱイヤーカフとかピアスつけるのがすごい楽しくなって、前は髪の毛が長かったので結んだりしないと見えないから、なんかこういうイヤーカフを買ってもそこまでなんか見せるのが難しかったんですけど、やっぱ髪の毛を切るとなんかこうやって自然にいろんなピアスを楽しめるので、なんか最近すごく楽しい。あと最後に、最後にまたシャネルです。これはね、うわー買っちゃった。なんか、これも友達のせっちゃんに誕生日プレゼントを買いに行った時に、なんか人の誕生日なのになんで自分のものも欲しくなるんだろう、バカバカなんかね、そういうもんだよね。すごい可愛いから、もう久しぶりにキャーってなった。そのネックレスはこちらです。わー、キラキラーキラキラーキラキラする
やっぱり疲れた時だったんですよ、その日が。これを買いに行った日がすごくこう疲れた日に、やっぱりこういうキラキラのものを見ると元気になる。であとエリコじゃない、私のあだ名はエリコ。襟をつけたようなそういうものを見つけるとまたすごいたまらないってなって買ってしまうっていう、そういうネックレスです。パーティーとかでももちろんディーナーとかそういうすごいおしゃれな場所行く時もすっごいすっごい輝いてくれるんで、こういうシンプルな学校にもなんかこういうのつけると踊りたくなる。そう、なんかこういうすごいシックな洋服にもつけるとかっこよくって、私は割とカジュアルにつけたいなと思って、 T シャツにデニムを着た時とかにさりげなくつけといたりとか、冬だとニットの上とかにつけたいなと思って買いました。本当にこれはね、元気になる、気分がすごく上がるので、あと友達とお揃いだしね。お揃い、お揃い、お揃いっていう言葉に弱いっていう女の子たちはね。これが最近買って毎日のように楽しんでるアクセサリーでした。ヨンズどうだったかな。今こう元気になりたい時とかはやっぱりキラキラしてるものとか、なんかこう手元とか光らせたりとかすると、本当に女の人ってそういうのでも元気になるから、ファッションってすごいなって最近また感じたりしてます。皆さんも、楽しいものを身につけて元気で楽しくハッピーで毎日過ごしてね。またね、バイバーイ。